平成28年6月26日、平成28年度の阿蘇郡市中大連サッカー競技が阿蘇市黒川の阿蘇市農村公園アピカで行われ、阿蘇中学校が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡高森町立高森中学校と南阿蘇村立南阿蘇中学校合同チームの3チームが出場し、リーグ戦方式で熱戦が繰り広げられました。1回戦では阿蘇中が一宮中を4対2で下し、2回戦では一宮中が高森南阿蘇合同チームを破ったため阿蘇中の優勝が決まりました。同じく26日には阿蘇市一宮町宮地の一宮中学校体育館でバスケットボール競技が行われ、阿蘇中学校男子バスケットボール部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡小国町立小国中学校の3チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。決勝戦となった阿蘇中学校対一宮中学校戦では、阿蘇中学校が順当に得点を重ね、そのまま大きく得点差をつけ優勝しました。各優勝チームの皆さん、県大会での活躍を応援しています。